10月13日、ロシア南部でウクライナとの国境に近いベルゴロド州において、ウクライナ軍の砲撃があり弾薬庫で火災が発生したほか、集合住宅などが損壊したとして同州のグラトコフ知事がメッセージアプリのテレグラム上で発表したみたい。ウクライナは国際的に批判を浴びるのは避けたいだろうからね。そうだね。さて今回は、ウクライナ軍がロシア領内を砲撃したとロシア側が報道したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。そのメッセージにはウクライナ軍がベルゴロドを砲撃したため、グブキン通りの集合住宅が被害を受けたと書かれていて、攻撃を受けたのはベルゴロド市の近郊にあるクラスノエという集落の学校の校庭付近とされ、生徒たちは自宅でオンライン授業を受けていたため死傷者はないとしているよ。また、グラトコフ知事はその後もテレグラムへの投稿を続けていて、ベルゴロド州内にある弾薬庫がウクライナ軍の砲撃で爆発が起き火災が発生しているとし、こちらも村民を避難させていたため死傷者はないみたい。その他、グラトコフ知事は以前からテレグラムにおいて、ベルゴロドがウクライナ軍の砲撃を受けているとの投稿を繰り返していて、数日間にも電力施設が砲撃されて一時停電が発生し、2000人に影響が出たなどとしているが、ウクライナ側はこれらの投稿について関与を否定しているんだ。ウクライナのポドリャク大統領府顧問は、ベルゴロド州知事の主張を否定するとともに、ロシア軍がウクライナ第二の都市ハルキウを砲撃しようとしたものの、何らかの不具合が発生して失敗したとの見方を示したんだけど、今のところこちらについても詳細は伝わっていないね。ロシアのベルゴロド市とハルキウ市との間は国境を挟んで 60km ほどしか離れておらず、ウクライナ側の国境付近からであれば、高機動ロケット砲システムハイマースを使用せずとも、榴弾砲の通常砲弾でも砲撃することは可能なんだ。しかしながら東部戦線のウクライナ軍は、ハルキウ州を奪還した後はルハンシク州のスパトボ方面やバフムートの攻防戦に兵力を集中していて、クピャンスクを奪還されたことで東部ドンバス地方のロシア軍の補給線から外れたベルゴロドを砲撃する理由はないとの指摘があり、ロシアによる自作自演の偽旗作戦との見方が広がっているよ。ロシアのおはこげいってわけだね。プロパガンダも立派な戦略だろうけど、もうちょっとうまくやらないと意味がないと思うな。また、インターネット掲示板や SNS などでは、ベルゴロドが炎上しているとされる映像や画像に対して、これが本当にベルゴロドの様子であるとするなら、砲撃を受けたとするには火災が小規模だとの指摘があり、やはり自作自演かパルチザン的な活動か、あるいはロシア国内のプーチン政権に反対する勢力によるものではないかとの見方も出ているよ。東部戦線においては、ウクライナ軍が電撃的にハルキウ州のほぼ全土を奪還した後、ルハンシク州ではスバトボ方面、ドネツク州では北部のリマンを奪還してからスラビャンスクやクラマトルスクを拠点にドネツク州北部の要衝バフムートまで進出して、ルハンシク南部のリシチャンシクやセベロドネツクの奪還を目指す動きを見せていたんだけど、以前からドネツク州の完全制圧を目指していたロシア軍はスラビャンスクとクラマトルスクを狙い続け、その道筋にあるバフムートの近郊で両軍の激戦が展開されていて、ウクライナのゼレンスキー大統領が10月8日のビデオ演説でドンバス地方の我が軍はバフムート方面で陣地を維持しているが、極めて困難な任務で、厳しい戦闘となっているとして、気が抜けない一進一退の攻防が続いていることを明らかにしているみたい。そのような状況の中で、13日に東部ドンバス地方の新ロシア派武装勢力が、バフムート近郊の2つの集落を掌握したと発表していて、ウクライナ軍が優勢と見られている中において、唯一支配地域を広げたとしたんだ。テレグラムに発表されたその投稿によると、新ロシア派武装勢力はロシア軍の支援を受けたドネツク人民共和国 DNR とルガンスク人民共和国 LNR の合同部隊が、に集落を解放したとされており、ロシア正規軍と違い意識が高い新ロシア派武装勢力が、ウクライナ軍の侵攻を食い止めていると見られているね。また、この地域にはプーチンの私兵とも言われるロシアの民間軍事組織ワグネルの部隊も配備されていて、支援をしているロシア軍がワグネルのことを指している可能性が指摘されているよ。しかし、
ドンバス地方におけるロシア正規軍は敗退を続けていると見られ、このまま新ロシア派武装勢力やワグネルがバフムートを制圧したとしても、周辺のロシア正規軍の乏しい兵力と戦意によって、さほど時間を置かずにウクライナ軍に包囲され補給路を断たれる可能性が高く、西側のメディアや軍事ジャーナリストなどはバフムートにこだわることで、ロシアは新ロシア派武装勢力や民間軍事組織などの戦意が高い貴重な兵力を失うことになりかねないとの見方が広がっているな。新ロシア派勢力は東部や南部をウクライナ軍に奪還されることで祖国を失うことになるため、その士気は高く、今のロシア軍の中では最も手強い存在とされているもんね。南部のヘルソン州では東部と違い国家の樹立宣言を出すほど新ロシア派の力がなく、戦力もほとんどないために、ウクライナ軍の反攻を防ぎきれずに敗走を続けるロシア軍への不満が溜まっており、ヘルソン州の新ロシア派幹部で副知事を自称しているストレモウソフ氏が6日に、通信アプリテレグラムに4分間のビデオメッセージを投稿してその不満をぶちまけているみたい。その投稿の中ではロシア軍の敗走が続いていることについて触れ、もし自分がこの状況下で国防省だったら、自殺していてもおかしくないと多くの人が言っていると述べて、ロシアのショイグ国防省の責任を追及しているんだ。ショイグ国防省以下、ロシア軍中枢への責任追及については、ウクライナの戦線に私兵部隊を派遣しているロシア連邦南部のチェチェン共和国のカディロフ首長もまた、東部戦線のロシア軍司令官の戦略の稚拙さを批判していて、私がロシアの国防省であれば、無能な司令官の恥を拭わせるためにライフルを与えて最前線に送り出すだろうなどとの発言をして批判していたみたい。アメリカのシンクタンク戦争研究所は5日に、ウクライナ侵略が2月24日に始まってから首都キーウ攻略からの撤退など一連の軍事作戦の失敗や、ロシア国内において部分的動員令への批判が高まっていることなどを受けて、プーチン大統領がショイグ国防省にそれらの責任を負わせて追及を避けようとしている可能性を指摘しているね。その上で、プーチン大統領はショイグ国防省をこの先、スケープゴートとして使うために、現時点ではできる限りショイグ国防省の解任を遅らせておいて、いざとなれば全ての責任をすりつけて解任するつもりであろうとの分析を示しているな。このように、共に戦う仲間からも呆れられるほど集体を晒しているロシア軍は、戦況挽回のためになりふり構わぬ動員による戦力補強を続けているが、満足な訓練を受けることができず前線に出された動員兵の悲惨な状況が伝わっているよ。前線のウクライナ軍兵士などによれば、モチベーションがないロシア人にとってこの戦場は耐えられないであろうと見られていて、それら動員兵が多い部隊は軍隊として全く機能していないとの声が多いもんね。また、新しく動員された兵士はすぐに見分けることができるとされ、銃撃や砲撃から身を隠す方法を知らなかったり、恐怖のあまりに集団となって移動してしまったりするので狙い撃ちが容易らしいね。中には、目の前に500人ほどのロシア軍部隊が現れたが、行動が明らかに新人ロシア兵のそれで、攻勢をかけると全員が戦わずに逃げたという話もあるみたいだね。ロシア軍の士気が低いことは以前から指摘されていて、そのことを受けたウクライナ国防省は先月、ロシア兵向けに行きたいと名付けられた、投稿用のホットラインを開設しているんだけど、ロシアの部分的動員令発令からは相談件数が大幅に増加しているとされ、ロシア軍の崩壊が現実味を帯びているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。